今回の動画はですね、極楽とんぼ山本圭一さんから、ある日突然ですね、ちょっとうちに来てくれと、はい、いうことで呼び出されて、はい、山本さんのご自宅にお伺いしたことが発端で生まれた動画でございます。とんでもないことになりました。はい、ことの一部始終を皆様にお届けしたいと思いますので、ご覧いただければと思います。それでは動画どうぞ。竹磯百獣の王国、存亡の危機かもしれません。お願いします。どうぞ。はいはい、どうぞ。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 おお、これは、これは本物や。どうも、本物や。本物や。本物や。酒飲んでんじゃん。誰が入るの。バラ色ダンディ、いるじゃん。バラ色ダンディ終わりで今生放送終わりで駆けつけてくれました。チャバさんもいるじゃないですか。お久しぶりです。なんすか、これケイチョンじゃねえか。よかった。そうです、ケイチョンじゃないですか。ケイチョンです。ケイチョンですじゃねえよ。そうなったらケイチョンで、ケイチョンです。はい、今日はもう武井さんにはね、普段お世話になってるんで、あの新玉ねぎを50キロほど持って帰っていただきたいです。やっぱりいらんねえ。いらねえです。これはもう本当いい形の一人暮らしだもん。こんなに無理だもん。一人暮らしで200キロ来た目で考えてみろや。なんで切れてるんですか。オリンピックどうなったんだよ、やるの。いや、わかんないです。まだそれはわかんない。ほら、コロナウイルスの社会的な影響を鑑みて、国民の皆様がいいんではないかというね、そういう思いが重なってきて、政府がそういう判断が正しくね、健康被害が少ない状態でできるという判断がなされたら、可能性はあるんじゃないですかね。いや、本当にな、もう100点満点の感想ですよ。なんだよ、サッカーの要素ゼロじゃん。サッカー、昭和の野球部の要素しかねえじゃん。昭和の野球部しかいねえじゃん。そうだよ。第1行お願いします。1行1行です。50キロです。じゃあ、わかりました。もう持って帰りますわ。うん、はい、よかった。ケイチョンチャンネルは、じゃあこっから俺のチャンネルにこの素材くださいよ。嫌ですよ。なんでだよ。なんでだよ。じゃあこっから数分間、ちょっと俺のチャンネルにコーナーもらえません。交換条件で。だって俺はコラボもしてねえのに、こんな急に取られてんだから、普通だったらギャラ発生する案件になるじゃないですか。コラボになればノーギャラでいいですから。そうでしょ。どうすれば、まず、どうしよっかな。なんで悩むんだよ。なんで悩むんだよ、そこ。当然の配慮でしょうよ。そうですね。じゃあいいか。はい、どうしたいんだよ。そしたら俺からケイチョンチャンネルとコラボ動画、俺ちょっと今動画のオープニング悩んですよ。ああ、なるほど。ケイチョンはほら、あれあるじゃないですか、ケイチョンチャンネルとか、ケイチョンを知らずにみたいなあるじゃないですか。あれの百獣の王国バージョンをください。なるほど、なるほどね。考えてくれれば、もうそれをちょっと今日動画でやらせてもらって、ケイチョンにこのオープニングもらいましたって俺も恒例にやっていくんで、それを今もらえたら、これ分かった。もう一発しか、もう一案しかないよ。もう選択肢はもうないです。もう嘘でしょ。もうないです。普通は2案とか3案あって、超1案じゃないですか。1案1案うん、
食べる確定の確定の1やん俺もう今即興でブルーディスト汗かいてきたけど、うん、もう俺もう1やんで勝負するしかない、うん、もうでも浮かんでんすか。いやわかんないもう今出たとこ勝負こんなもん出たとこだもん。ケイチョンチャンネルもう出たとこでやっただけだもん俺。あそうですか。なんか方程式があるんじゃないの。これやればキャッチーな何にもないそんなもん一切ないないんかい、うん、まあまあでもいいですよ俺ないんで今、うん、僕いつもはい今日も始まりました110の極道ダンスけどって始まるんですけど、うん、何のキャッチでもないじゃないですか、うん、寂しいじゃん、うん、寂しいで、うん、じゃあお願いしていいですか。はいよはい。じゃあもう、まあまあ、じゃあ110の極道でございます、はい、ただ決定、はい、決定のやつですね。決定校はい本当にいいですか決定校なの決定校なの。いいですか、 いいですかもう逃げれないですよ。いやいいですね逃げれないとか言うんだよ。逃げれないってなったら質の低いものが来る用意しようみたいな。そんなお願いしたからも逃げれない。そうね、今逃げれないって言い方ですけど、決定決定校はい、はい、お願いします。まあ、わかりました。はい、じゃあ、はい、それじゃあ、はい、武井壮の YouTube チャンネル百獣の王国、はい、オープニングテーマ、はい、まあアタック音っていうんですかね。はい、それのあのバイケーチョンって、はい、よろしくお願いします。はい、5秒前、はい、4、3、2。百獣の王国武井壮の百獣の王国武井壮のチャンネルチャンネル。はい。しんどいなぁ。しんどいこれよ。ケイチョンこれ。無理だ。一回やってもらって。セミナー。無理。すげえ汗かいた。すべり汗。キャラじゃねえよ。キャラじゃねえよ。すべり汗だよこれ。ああ、汗かいた。もう一回やれってやでもできへんしね。できないやつだから。なんとなくでやってもらわないとさ。なんで赤くなってんだ。なんで赤くなってんだ。五十三歳で。つう、変な汗かいた。うわ。番組の最初に AD さんが客前に行って大滑りして帰る感じ。え、これ怖いな。え、これ決まり？いや、もう決まり、うん、決まり、はい、決まり。それをアレンジしてください。アレンジなんとなく聞いたでしょ。違う、俺もね、今歌い出した瞬間にケイチョンチャンネルに似ていきそうな雰囲気があったからなんとなく変えていくうちにフラ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 グイって曲げてフラフラグイって曲げてフラフラしてるでシューって降りてった感じ。今ね、まあヒントはヒントは出しますからね。そうだね、アレンジしてもらうから。何でしたっけ？じゃもう忘れて。俺は忘れて。どうなんでしょう。耳に残らないし。耳に残らない。百獣の王国武井壮の百獣の王国武井壮のチャンネル。チャンネル。はい。すごい。すごい。覚えてすごい。いや絶対音感あるな。そうなの。じゃあ母親がピアニストで音感が育って。すごい。音感が育ったんだ。すごいな。一回聞けば大体入る。ああもうじゃあそれで。これやんないといけないの毎回。それです。ただあの野呂佳代さんのイノシシチャンネルのオープニングテーマにめっちゃ似てますよ。えそうそうですね、なんかこんな感じで俺3パターンぐらいしかないかもしれないな。それを回してるだけかもしれない。かぶってんのかぶってんのよりによって。うん、だまあしょうがない。まあこれでな、もうあそこにも変えてしまったんだ。百獣のあれはでけ。じゃあもうこれはもう一秒。わかりました、わかりました。武井さんお願いしますね。じゃあこのテーマソングをいただいたということで、うん、この玉ねぎを50キロ50キロ持って帰ります、持って帰りますわ、ね、はい、うん、これだから葛飾の、ご実家の近くでもいいし、それはわかんない、誰んところに行くんだろうな。それも動画にお父さんに、うん、あこの間さ、ダパンプのはい、健三に会って健三君に会って言ってた。なんていや武井さんにはめちゃめちゃお世話になってて、もう山本さんの話も昔からいつも聞いてて、ってもう本当今日ありがとうございました。ダパンプの番組に出させていただいた時に言ってました。言ってた、メール来たっす健三君が。
僕はあいつほら正月旅行連れてったりとか、うん、あの可愛がってるんですげえ世話になってますっつって、いやもうはい、いやだからもうね、その剣蔵君どう持ってってるじゃん、剣蔵のとこそうそうそうですね、ライジングが OK 出したらですよ、もうで、俺ヨリ君ライジングそう、壁がねつけてなんでヨリ君も、なんかあのよく見てくれてたから、うん、あ、そうなんですか、ヨリ君のところと、剣蔵君のところ、あ、メンバーに持ってけばいいじゃん一人ずつそれだけになくなるわあ、そう、迷惑よ、ダパンプがダパンプも迷惑よ、ライジングから怒られるよ、俺大丈夫でしょ、武井さんともなったら、いやでも新玉ねぎを単純にね、そうそうそう、あの持ってってお裾分けだから、はい、怒られることはないでしょう、うん、まあそうですね、まあ、玉ねぎは、うん、まあ確かにね、あの食材だし、うん、アスリートもいるんだよ俺の周り、そうでしょ、うん、そういうのを持ってけば、うん、まあ喜ばれるのかな、だからあと夜中のさ2時ぐらいにお前生配信いつもやってんじゃん、はやってますやってますね。夜中2時40分ぐらい喋ってんだもん。一人で喜んでますよね。そういうのも皆さん喜んでくれるんですよね。そういうのだから喜んでくれる。俺だから何でやゆするような。なんでやゆするような。誰その時間からな生配信しながらちょっとあの新玉ねぎのオニオンスープ作りますかっつって、ね、こと作りながら目とか出会ってくださいよ。ライブでね。ライブで。うん、なんかどっと疲れんな、どっと疲れますね、ケイチョンチャンネルどっと疲れんな、そうですねそれでそんなために呼ばれたんですね俺今日、そうですそうですよね、バラエルタンディが終わったのを確認して、そうなんですよ、バラタン終わりでなんかメール、はい、珍しくメール来てたから、はい、多いよちょっと、うん、ピーおいおいおい、番号4桁4桁4桁ぐらいまで、あの、もう2桁ぐらいまで大丈夫です、ピーあ、ちっちゃピーテンションでもまあそういうことで、だからこれはお願いします、お願いしましょう、これはい、OK、 僕はもうそろそろあの置いてますよ、ここで考えさせて、え、本当に売ってんの、だってお前、だってこれもういただいたんだから、ちゃんと持って帰ってもらったら、ホットビスケットだけ食べて帰りましょう、うん、いい花じゃあこれ、500ワットチンしてきたよ、チンしてるから、もうじゃあ俺、これだからめっちゃうまいから、お前、適当なことやんなよじゃあ、それ、あれしましょうえ、チン、どれでやってんの、お前、これはいいだろ、チンして、これはいいんだよ、山田さん、ケイちゃん、山田さん、ケイちゃん、え1ケースだけ、うん、ふざけんなよゴーって言ったじゃんお前ああうまいことはないんだ、花正、あ、でも多分花正の書いたやつもあるかもしれない完成のやつ、はい、完成のやつ勝ちたかったら登録しとけい